今年デビューしたいと思っていることはですね、まあ、最近ずっと言ってるんですけど、朝がすごい苦手なんですよ。で、今実家で暮らしていて、朝お母さんがこう起こしにお部屋に来てくれるんですけど、今年の目標は自分の目覚ましでしっかり起きてリビングまで行くということがすごい目標で、目覚ましもすごいうるさい目覚ましを一つ買ったんですよ。でもそれでも足りないようなので、今度ねまた目覚まし買い足して、今度こそはちゃんと一人で一人起きデビューをできるように頑張りたいと思います。